ゴアガジャは、インドネシアのバリ島中南部のウブド島郊街に位置する11世紀のヒンドゥー教寺院である。ブドゥルの谷間にある、像の洞窟とも呼ばれる、石窟寺院及び長方形の木浴場からなる。かつて石窟入り口の主要彫像が、像に似るとされたため、像の洞窟と称されたと言われるほか、寺院内部にある像の頭を持つヒンドゥー教の神。 ガネーシャの石像にちなんで名付けられたとも言われる。また、バリ島に像は生息していなかったが、かつて付近を流れるプタヌ川が、像の川と呼ばれていたことにより名付けられた可能性も考えられる。発掘中の木浴場も名元に水差しを備えた、女神像がある木浴場石窟の由緒は明らかでないが、精神的な瞑想の場所として構築されたものと考えられる。 伝承によると、伝説的巨人クボイワの爪によって作られたと伝えられるが、石窟内の国分様式の検証などにより、この聖域はおそらく11世紀のものと考えられ、11世紀前半、バリ王国の王、ウダヤナ・トジャーのクディリ・アサの王女マヘーン・ドラ・ガッターの間に生まれた、クディリ朝のアイルランガ王の時代と考えられている。 ヒンドゥー教の聖域としての機能を果たしたが、近くの遺跡及び仏教寺院の移行により、この一帯は初期バリの仏教徒の用地でもあったと考えられる。この場所は、マジャパヒ東国時代の1365年に、記された旧帝年代記、長らくルタガマとして知られる、ジャワの紙編デイシャワルナナに言及されている。石屈は、オランダ東インド会社の職員により初めて、 報告され、1923年にオランダの考古学者によって再発見されたが、噴水を備えた長方形の木浴場は、インドネシア独立後の1954年になって発見されたもので、1979年にかけて発掘及び調査が行われた。ゴアガジャイ石は、1995年に国際連合教育科学文化機関の世界、 遺産暫定リストに登録されたが、2015年には他の11箇所とともに削除されている。像の洞窟入り口のボウマゾ浴場の女神像石窟寺院は、入り口の岩石に刻まれた威嚇するような記面により、特徴付けられ、その意図は悪霊を追い払うことにあったと考えられる。この主たる継承は誓いを守護するボウマとされるが、耳飾りが見られることから一般に、 バリに伝わる魔女ランダとも言われる。また周囲には森や動物の衣装などが数多く掘られている。石窟内は高さ2メートル、平面構造は T 字型で、右、左にそれぞれ心臓を祀る壁岩がある。発見後の1925年に道内には何もなかったことが記録されている。その後、右の壁岩に、 ヒンドゥー教のシバの三大神を象徴するリンガヨニが祀られ、左の壁岸にはシバの息子、ガネーシャの座像が安置されている。像の洞窟の前方には女神ハーリティーなどいくつかの彫像がある。向かって左端にあるハーリティーの彫像は結果不座で右手は余願意をなし、左手で一人の用事を抱いて左右六人の子供に囲まれた姿を描いている。 ハーリティは、バリにおいて、メンブラユトとして知られる女神と、同一視されている。1950年代に発掘されたこの複合体の、大規模な聖池である木浴場は、南北20メートル、東西7メートルとなる。東側の壁面には、7つの聖なる川である、ガンジス川、サラスバティ川、ヤムナー川、ゴーダーバリ川、インダス川、カービリ川、 ナルマダー川を表す水差しを持つ七体の女神像があったが、そのうちの一体は崩壊により失われており、六体の長像が残存する。ありがとうございます。